もちもちチャンネルへようこそ。今日はチンゲン菜と白菜のクリームスパゲティを作っていきたいと思います。どうかなと思ったんですけれども、食べてみたらすごく美味しかったですよ。白菜のシャキシャキ感がクリームパスタですごくよくマッチしてました。本当はほうれん草があればよかったんですけど、なかったので冷蔵庫にあった野菜で作ってみました。夕食にパスタを作るとあまり野菜が取れないので、こうやって入れてみると野菜も食べれてパスタも食べれてちょうどいいですよね。それに本当はベーコンを入れるんですけど、ベーコンちょっと高いのでいつもハムにしてます。詳しい材料と作り方は概要欄に書いてあるので、そちらを参考にしてください。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また遊びに来てください。じゃあね、バイバーイ。